小菅村は山梨県北鶴郡に属している村、県東部の郡内地方に含まれる。小菅村中心部円形 JR 東日本大目線、奥多摩駅から路線バスが運行されていることもあり、生活圏は山梨県よりも東京都に属している。山梨県の自治体でありながら、固定電話の市街局番0428は北隣の田場山村と共に大梅 MA である。 かつては、林村の田山村と同様に、東村から上野原、大月方面を結ぶ、通年運行のバスが存在していなかったが、現在では2014年11月17日の、松姫バイパス開通を受けて、翌日より運行を開始した、大月駅方面発着のバスが設置された。また、村内には、東京都水道局が、水源関用林としている山林もある。 位置や規模といった点から、平成の大合併の際には、隣の田川山村と同様に合併話が、具体化しなかった。山地河川古小戦国時代には、当地を拠点とした、土豪である小菅氏が出現する。村長村議会2007年に行われた、山梨県知事選挙に絡む選挙違反事件で、議長、副議長を含む村議会議員8人が、書類送検され、 関与していない二人を含む議員全員が一心上の都合で2007年3月1日付に議員辞職したため村議会議員が例となった。議員の任期満了は2007年4月29日だが議員辞職に伴う出直し村議会選挙は2007年4月17日告示22日投開票の統一地方選挙に実施されるため約1ヶ月村議会不在の状態が続いた。 なお、過去の多くの選挙では、話し合いで、あらかじめ議員を決めてきたため無投票当選が続いてきたが、2007年の選挙では、村の歴史上初となる女性候補者が立候補したため8年ぶりの選挙となった。開票の結果、この女性候補者は、当選を果たし小菅村初の女性議員が誕生した。中継局西東京バス奥中に小菅村側の、 松姫トンネル入り口。道の駅小菅村内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 東日本大梅線奥多摩駅。路線バス国道県道道の駅村内にはヘリポートが設置されている。小菅の郵便番号は以下の通りである。ありがとうございます。